はいはい。ですね、今ボタンをつけ終わったんですが、思いのほか廃墟感がなくてですね、まあ、ここを強引に屋根用のシートでカバーする形になります、まあ、最悪できなくても多少隙間の水が持っててもしょうがないかなって思います。はい、そんな形でいきます。じゃあカーにも燃え尽きてるな、全然もうぼーっとして動かないので、シートをかけていきたいと思います。シートをかけるにあたってですね、これをこれで挟んで補強していきたいと思います。はい、ですね、今回で、このカーポートがですねようやく完成なんですけど、まあ、今回は凝ったことをしてみました。やっぱりロープでブルーシートを固定しただけだとやっぱりビリビリになっちゃうんですね。でいかに補強してあるやつがあるんですよ、ブルーシートでも。でもあれだとあれを持ってしても冬場の強風ですね、あと台風とか来た時にそのハトメで止めた鉄の輪っかのところだけがビリッて破けるんですよね、まあ、そこにテンションが寄ってしまうので、それをどうしようかなという感じです。なるべく5年ぐらいはもうこれ1回やったりやりたくないんですよ、正直。一人でやるとやっぱりどうしても一人でやらなくちゃいけない分の作業工程っていうのは増えるんですよ。なの であとはそのハトメのリングのところに負担が寄らないように、木であらかじめ挟んで、なんて言えばいいんですかね、ハトメだけでその風でなびいて飛ばないようになった時にやっぱりハトメリングだけでのところ、ハトメのリングだけに負荷かかるとやっぱりそこビリッて破けてどっか飛んでっちゃうんで、やっぱりそれを点で踏ん張るよりかは面で飛ばないように押し付ける方が力分散されていいんですよね。なのでどんなに風の強い時、特に冬場って絶対風強いんですよ、ここ。特に秋田だし、どっちかと言われれば海沿いなんですね。だから雪は積もんないですね、降るけれども、やっぱり風でどっか飛んでっちゃうんで、がしかし風が強いんですよ。なので風でその強風でなびいた時にいかにハトメリングがダメにならないか、ハトメリングのところで踏ん張って風に飛ばないようにロープだけで引っ張ってなびいてしまったのであれば、そこがこうズタボロになっていってしまって、まあ2年持たないですよね。なので今回はその5年くらいは持つであろう設計と、まあ、もし5年後に変えなくちゃいけないなっていうことになった場合、この木材もまだまだ使えるようにね、していくためにはどうしたらいいかっていう、ちょっと先のことを考えたことをやってますね。でもまあ今回シートをかぶせてみて分かったんですけど、短いんですよシートが。なので多分もうちょい長いやつにシートを変えなくちゃいけないか、まあそのシートのところだけはもうシートじゃなくてオーニングにしてしまおうかなっていう感じですね。オーニングであれば、なんていうか、なんでしょうね、暴雨オーニングではなく、暴風オーニングでもいいのかなって感じですね。その暴風オーニングだったら、その雪とか雨も、ちょっと、通しますけど、まあ、風が抜けるんで、そんな負荷はかかんない感じですね。物を探す時間で、ほとんどの時間は、作業の時間ないけれども、まあ、こんな感じで、ブルーシート
挟んでますね。あ、銀シートかな。あ、挟んでます。まあ、これでですね、止めてる上の方だけは絶対に落ちないというような感じになるので、あと横止めりゃいいから、多少マシになるんじゃないかなと思ってます。じゃあこれ続けます。はい。そしたらこれを、上をかけてみましょうか。どっち、力がいいかな。そうしやすい方がいいかな。これを引っ張るか。じゃあまあ、あっち側からやりますか。今ね、上にかけて分かったんだけど、ブルーシートが、あのシートですね、本来ここトタン屋根を真下、トタン屋根つけた分だけ長くなしなくちゃいけないのを忘れてましたね。はい、短くて屋根つけられないんで、ちょっとまたかかり直してブルーシート買ってきます。くそ。はい、ですね、まあ、サイズ的にこっちでもいいかなっていう感じなんで、まあ、こっちのちっちゃい方の屋根にですね、つけていこうかなと思います。まあ、1枚貼ってはみたけども、やっぱりこのね、直角のやつが邪魔してるんで、やっぱりこれ全部一つで作った方が良かったね。うん、そうすべきだったな。まあしょうがないね。まあ冬になったらこれは巻き上げていこうかなって思います。巻き上げるか、雪がいいね、ブルーシートに雪が落ちないように、雪をかわせるように、あのこっち手前側に寄せて出ていけばいいやって感じです。まあ一応ブーム、こっち側もやってみますか。はい、じゃあまあとりあえずサポートを仕上げようと思います。ぐだぐだやってもしょうがないし、やっぱりとりあえずあるもので済ませようと思うので、多少小さいんですけど、まあ、なんとかお任せと思います。
け終わったんで、まあ、明日朝ね、したいと思います。あとは良いことですかね、そこで天井で、済ませたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりです。